JTBC 交通情報です。ジャティックの大塚光子さん、お願いします。はい、こんにちは。中国道の東行きの車が増えてきました。中国道大阪への東行きが宝塚西トンネルで2キロの渋滞です。8月最後の日曜日とあって、今日は遠くへお出かけの方は少なかった模様で、中国道の渋滞の伸び方は緩やかです。一方、阪神高速3号神戸線の東行きはすでに混み合っています。生田川を先頭に若宮に伸びて9キロ、深江で3キロ、恵比寿付近では緊急の工事のため左側の車線が規制されていますので、この後混みそうです。西行きが生田川で1キロの渋滞です。この他、白浜方面から和歌山市内や大阪方面に帰ってくる車も増えました。湯浅御坊道路の上りが川辺の先で1キロの渋滞です。明日から9月ですが、まだまだ暑い日が続きそうです。夏の疲れが出やすい時期です。運転中に疲れや眠気を感じたら無理をせず、サービスエリアや道の駅などで休憩を取りましょう。高速吹田センターからお伝えしました。ハッピーバースデー。あ、ちゃうんすかこれ。10月なんですよ、私。もうさっき言う、さっきもうといていい、あの2回ぐらい祝ってもうていいです。こんにちは。こんにちは。ご無沙汰しております。本当ですよ。ねえ、本当に嬉しいです。あのね、はい、大塚さんにメッセージ来てるんですよ。ありがとうございます。ジャティックの大塚さんにメッセージということで、ラジオネーム五右衛門さん、ありがとうございます。ありがとうございます。大塚さん、はい、今年の夏は満喫しましたか、うん、やり残したことなどないですかということでございますけれども。ほぼ満喫ですね。あら、飲み足りないぐらい。飲み足りない。まあでも、はい、ちょっと涼しい夏やったということで。そうですね。ビールググッという感じではなかったんじゃないですか。この間あそこに初めてね、グランフロントにようやく行きまして、私立って長いことなりますよ。そうなんですよ。で、あのビール博物館、はい、っていうところがありますね。 ね、はい、あそこで 11% のビールを飲みました。濃いめのやつを、うん、焼酎みたいに酔いますね。あ、ふーっと。え、弱はるんですか大塚さんは。なんか普段から酔ってるみたいって言われるんで、はい、よく切れ目がないと言われますので。ね、酔ってるかどうかってわからないと思うんですけれどもね。多分ね。ね、今は酔ってません。今は酔ってない。はい。ほんまですか？多分。うっすらと。ね、まあこれから食欲の秋でございますから。そうですね。美味しいもん食べながら。ね。ね、スターさん食い気で行きましょう。行きましょうか、はい、本当に。ね、我々もちょっと飲みに行きましょうよ本当に。まあ、前からずっと言ってますから。そうなんですよ。負けてられませんよ。ね、BGM もそろそろ終わりかけでございますので。わかりました。今日も準備の方はよろしいでしょうか。ありがとうございます。今日はちょっとイントロ短めでございますので。そうらしいですね。はい。いいですか。はい。それでは参りましょう。ミュージックスタート。山下達郎のこの曲で夏にお別れ、さようなら夏の日です。まあ、大塚さんに関してはですね、どの季節でも満喫をされるということでございます。夏であろうが冬であろうが秋であろうが、今日もどうもありがとうございました。さよなら夏の日には赤紫式部さん、メイバーバさん、そしてマルガリータ JJQ さんからもリクエストいただいておりました。山下達郎さん、さよなら夏の日に続いてはこちら。